こん今回はですね、打言についてちょっとお話ししようかと思うんですよ。まあ、打言事件、事前っていうのがありましてね、えー、YouTube でも取り上げられている、そんな番組があるんですよ。打言っていうのは何でしょうか打言っていうのはですね、まあ、本来はそんな意味がないのに、妙によってはそういうふうに捉えられるよねとか、無意識に善意を持って使われてるはずなのに、そこに過去の風習から来る差別的な意味や悪意が込められてる場合のことなんですよね。 ただねこれと打妥現っていうのをね定義して掘り返すとめちゃくちゃ窮屈な世の中になると思うんですよ例えばね女子アナっているじゃないですか女子の女性のアナウンサーのことですけどもこの女子アナって言い方がすでに差別的だっていうんですよねまあ冷静に考えたら女子ってのは、まあ、小さな女の子を指す言葉なんで成人して仕事を選んだ人に対して女子っていうのはね子供扱いしてるようで。 やっぱちょっと打現というふうにカテゴライズできなくもないんですけどもでもそこにはね不快に思っている人が特にいなければ記号として使ってもいいんじゃないかなと思いますよね。で長い間アナウンサーっていうのは男性が主にやっていた仕事だったんですよね。それは時代的な背景とか男性と女性のその職業とかね役割の社会的区別があったのから仕方がない時代もあったと思うんですよ。それを引きずって今 女性が社会進出に来る時に、えー、例えばね頭に女子ってつけたりとか先入観として男性がやってるだろうなっていうところに間違えちゃいけないから女という言葉をつけるとでも女って言うとぶっきらぼうなんで柔らかくキャッチに聞こえるように多分これ女性が考えた言葉じゃないかなと思うんですよ女子会とかってのあるじゃないですか男性が集まって女子会って言葉は作りませんからね また男女混合の会で女子会って言葉を男性は作りませんのでおそらくね女性の方から作った言葉がこの女子っていう言葉の使い回しだと思うんですよ。で40代とか50代になっても女子会とかっていう言葉を使うのと同時に女子アナっていうのは30代40代に対しても使ったりするのはこれ差別的でなんか無別的なんですかね。むしろろそそんななつももりをを持っっってていいいるる人が誰もいないところでせかかく使ってるのに外からねそれを 古い概念とか別の概念を引っ張り出してきて使うべきではないっていう風にすると、確かに筋が通ってるんで、まあフェミニストを気取りたい人たちってのはそうだよねって同調するんですけども、女性アナウンサーって言うとむちゃくちゃ使いにくいわけなんですよ。もちろん慣れればね、それでもいいんでしょうけども、究極的にはアナウンサーっていう言葉だけに統一されて、その言葉だけではすごく不自由になると思うんですよ。パッと一言聞いただけでは性別がわからないっていうことに対する不自由もあると思いますよね。 でも女子穴ってポンと出てくるともしかしたらとっても雰囲気が良くなるかもしれないこれは女性を侮蔑するものではなくて女性のの貴重さを示すすもだと思うんですよ例えば飲み会に行ってね女の人が1人だけ参加しました女の人がご自身で花を添えに来ましたっていう,うにね冗談っぽく言うことがあると思いますしこう言ってんって言葉もあるわけじゃないですかじゃあそれをね女性を侮蔑してるとか特別してるみたいなまたひねた言い方をする人がいますけどもでもそれって誰かが不愉快になるわけなんですかね 不愉快になるんだったらその人が使わなければいいだけでその人に対して使わなければいいだけなんですよ。でもその場にいない人が外から見て不愉快だとかっていう概念を押し付けて正論な時に誰も言い返せないっていう状態を作るのかこれがまさに打言がなくなってほしい根拠の一つにもなるんですよ。例えばねまあ女子っていう言葉とか今たまたま使いましたけどもこういう考えはどうでしょうかね 昔は確かに女性が職場にいなかった環境があったその昭和的な概念を引き継いで今の時代になんだかんだと言って女子女性ってつけるのは変だと言うんだったらね帯に流したすきに短しっていう言葉が慣用句としてありますよね帯に短したすきに流しねこの言葉帯なんて昔の使わないでしょたすきなんてのはそんな今どき使うみたいないちいち突っ込みますそしたらこの言葉を 短くすごくまとめられてる慣用句なのにまた新しい概念を作り出して浸透させないといけないっていう不自由が起きてくるんですよ。これについてはどういうふうに考えるかなってとこですよね。その他にもさまざまな例えがあります。例えばねまあ人によってはこういう言葉を使うでしょう。逆転のトライを決めたいよね。ねこれも慣用句としていろんな場面で使えるんですよ。でその意味もラグビーをやったことがない人ですらわかると思うんですよね。 でもね、そこに付け込んでラグビーの専門用語をこんなとこまで使うなよっていうのと同じようなもんなんですよ昭和の概念をここで使うなよみたいなねまさに時代をカテゴライズして時代時代で切りたい人の発想なんですけども100年前の言葉であろうと1,000年前の言葉であろうと36期へ逃げるにしかずなんてね戦争せずに逃げましょうっていうことですよ。これ2,500年前の言葉ですからねそれこそ時代遅れの最たるもんだと思うんですよ。 で、昭和の考えを今に持ち込むのかっていうことを言うんだったらイエス・キリストも今引き合いに出せないってことになるじゃないですか、まあ、そういった意味で打言だからって言って排除するんではなくてあのやっぱ使ってスムーズに悪意がない言葉とね無理やりそこに悪意を込めなくてもいいじゃないかってものと選別しながら打言ってものをまあ見ていきたいなと思うわけですよねでもねなかなかね打言っていう言葉を無理やり嫌われ者の言葉にするあたり この打事件ってなかなか面白いなと思いますので今回お話しさせてもらいました。それでは